ブンブン、ハロー YouTube。 皆さんこんにちは、ドキュンリサーチサイエンティストの加藤です。今回はですね、あのヒカキンさんが大変な状況に陥っている件についてお話ししたいなと思います。ヒカキンさんといえばですね、今あの YouTube で一番勢いのある、そして一番人気のある方であることは間違いないと思うんですけれども、今めちゃくちゃやばいんですよ。と言いますのも、あのヒカキンさんはですね、YouTube がこうどん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 伸びてきて、たくさんの、人気のある YouTuber が誕生していった中で、人気を勝ち得ていったと思うんですけれども、今ね、そのトレンドが変わってきているんですね。私の専門である、ドキュンリサーチサイエンティスト、まあ、なかなかちょっと難しい業界ではあるんですけれども、まあ、ドキュンの研究をしているとですね、あのもう2019年、これはね、ドキュンの年になります。で、平成の、次の元号がドキュンになるんじゃないかと言われているほど、今ドキュン、リサーチサイエンティストの間ではですね、すごい勢いを感じていまして、まあ、例えば分かりやすいところでいくと、あのレペゼン地球さんとか、まあ、あとは最近あのダパンプさんの USA が流行ったりとかしたと思うんですけども、その、まあ、ちょっと悪そうで、まあ、明るくて楽しい人たちが今来てるんですね。で、あとはその芸人さんで、芸人さんの中でも、まあ、面白い方ってめちゃくちゃいると思うんですけれども、テレビに活躍してる人だけが面白いわけじゃないじゃないですか。で、そういう人たちが今どんどんチャンネルを YouTube で開いてきてて、で、まあ、今後あの芸人で YouTube のチャンネル持ってない人がいなくなるぐらいの、まあ、YouTube のチャンネル持ってるのが常識っていうぐらい、まあ、売れてない芸人、テレビで売れてない芸人からテレビで売れてる芸人まで、まあ、例えば最近だと、キングコングの、梶原さん、梶作さんとかがですね、やってるみたいに、あの自分で YouTube のチャンネル持つのが当たり前になると思うんですね。まあ、なので、まあ、芸人って、まあ、言ってしまえばドキュンですから、どん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 あの勢いのあるドキュンたちが YouTube 界に殴り込んでくるわけですよ。で、しかもですね、決定的なのは、マリファナなんですね。今あのカナダで大麻、がマリファナが合法化されたようにですね、アメリカ、カナダ、そしてヨーロッパとですね、まあ、アジアもそうですけれども、世界中で大麻が合法化されてるんです。で、大麻ってのは今まで、ドラッグの、危険なドラッグの一つとして、まあ、世界中で、禁止されていたんですけれども、まあもうね、あのその危険性がないことが科学的に証明されて、もう世界中でどん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 合法化されているわけです。で、そのマリファナ、大麻の波がこう来ている中で、それに乗ってドキュンの波がさらに来るわけですよ。ドキュンはマリファナに乗りますからね。そうなってくると、ヒカキンさんのように子供たちに人気があって、まあ大人から子供まで楽しめる YouTuber っていうのはちょっとトレンド的には不利なんですね。もうこれはね、もうドキュンリサーチサイエンティストの中でも常識となってまして、もうね、もう科学的に証明されています。まあ、なので今M ステに、ヒカキンさんが出られたりですとか、まあ、あとは、ダウンタウンの、ガキの使いに、出られてたりしましたけれども、はっきり言って今ヒカキンさんは今がピークです。これからですね、ヒカキンさんを見て、の番組を見て、YouTube を見て楽しんでる子供たちがですね、どん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 マリファナの波に乗っていきます。子供たちがもうどん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 マリファナの波に乗っていくんですよ。で、あとはそのドキュンの波に乗っていくんですね、子供たちが。で、ヒカキンっていたよなと、ヒカキンってダセよなっていう風に言われるようになるんですよ。わかりますか？だからもうヒカキンの時代は終わるんですね。で、そこでですね、もう2019年、このままだと波に乗れないヒカキンさんにですね、ドキュン、リサーチサイエンティストの私がですね、スペシャルアドバイスをね、お
届けしたいなと思います。Oh, please, oh, please. Oh, please.